16マックスなんですよ。やべえ、来る、来ちゃう、マジで。これプレッシャーに勝てるかどうか、本当に。やーば、マジ。あと4連勝でしょ。あるなぁ。ある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 。初手ディガーも小屋もない時の初手がつらい。じゃあ自己ベスト17勝。やば、やべえ、自己ベスト嬉しい、自己ベスト嬉しいけど、あと3連勝で20勝っていうのがマジで嬉しい。いやー、ここマジで男ドズニキ見せ場ですね。これ20あるよね、20あるよ、マジで。マジか、やば。20勝って私とはもう関係のないすごいスーパープレイヤーだと思ってた。でもこっからが本当に長いから、見せたりますぜ、みんな。これマジで、これ三重視とかファンキーなデッキじゃありませんよね。クローン全然ありますね。クローン警戒しつつ、
怖えなゴーレムマジ。前から挟んでてくるんだ。もう嫌だ、やめて本当に。ポイズンけない。くそー、マジか、悔しい。ゴーレムに負けた、くそー。いやでもうまかったな。悔しいな、17か。いや今のはうまかった。でも相手が、あー悔しい。ランバーユーの止めれんやったっすね。あ、相手のデッキ良かったな。いやすごいマジで。ランバーユーのがユーの2回ぐらい入ったもんね。こっちのゴーストで止めようとした瞬間にギリギリで入ったりとか。あー悔しいマジで。フラグ回収。まあ、とはいえ、まあ、一応自己ベスト17勝を更新できたんで、よし、あまた明日頑張りましょう。わかりました。今日はまあ一旦ここで終わりにしましょうか。マジか、悔しかったな。まああと3日、4日ぐらいあるんで、3日、3回夜あるんで、基本毎日します。基本っていうか多分毎日できます。相手のトロ見せて。相手5000ですね。でも最大18勝してるプレイヤー。いやでもめっちゃうまかったと思いますよ。あでもあんまトロフィー高い人と当たってないのかな。あでも負けないっていうのがね辛いよね。いやーちょっと頑張っていきたい明日以降も。確実に勝っていくって本当難しいですよね。うん。諦めんじゃねえぞ。諦めません。まだ今後もね、頑張って続けていきたいと思います。おおすごい、夜なのにすごい見てくれましたね。また明日以降も私は諦めず毎日生放送で頑張っていきたいと思います。いやーでもいいあれでしたね。いいチャレンジだった。だって昨日あれですよ、昨日私15勝で今日17勝できたということは、明日19勝の明後日20勝とそういうことですから。明日そういう明後日に達成できると、まあ、またちょっと明日以降も頑張りますんで、ぜひぜひお付き合いくださいませ。